月2日、時刻は19時、7時を回りましたよ。皆さんこんばんは。そしてお疲れ様です。ということで、1週間お疲れ様でした。めいめいヤギです。お疲れ様です。ということで、今ね、外にデモ行進がね、ちょうど松尾町の方からやってきて、そのまま市役所の方に向かってきましたけど、そのままね、バズーカ砲でもぶっ放せばいいのにね。いや、そんなことで大変ですけどもね。まあそんなこともね、ありますね。なんか、でもね、懐かしいですね。昔はね、違う職場にいた時は労働組合っていうのも入ってましたから、一応ね、労働組合に入ってたので、5月1日のメーデーの時はね、あれは上田公園の方からこっちの方にね、真ん中の方まで歩いてきておりましたけど、いやー、懐かしいというか、なんというかね、そんな感じでございますが、ね、本当に3月ですよ、もう。この間、正月迎えたと思ったら、もう3月ですよ。あっという間。もうね、怖いよね。時の経つのが、早えのってびっくりするぐらい早くてですね。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。なんか今週ね、1週間やたら早かったんですよ。いろいろ何かやってたのかって話ですけど、何も別にこれといってやってないんですけど、やってたといえばですね、一生懸命星ドラね、これでやってますけども、まあ、楽しいですけどね、やっぱね、ドラゴンクエスト大好きなんで、初代ドラクエからやってるんですけどね、9までしかやってませんけど、久々にね、なんかハマったゲームをちょこちょこやっておりますが、皆さんお元気でしょうか。本当にいやそんなこともありまして、昨日は春の嵐ね、すごかったですよ。昨日一昨日か、家ねぐらぐら揺れてまして、原因はね、私がね車を洗ったことなんじゃないのかなと。だいたい車洗うとね雨降るんですよ。まあね、困ったもんですわね。まあ、いつものごとくでですね、いろいろと進めてきますし、今日もね、なんか若干遅れながらのスタートでして、ちょっとね、いろいろ大変ですけれども、いやー、今日も趣味的な話をガンガンしてきますのでね、皆さん、こういう話をしてくれとかありましたら、ぜひ教えていただきたいんですけども、街って言ったらどういう方向に進んでいたらいいのかなと。まあ、とにかく、もしかするといろんなことが4月になってから変わっていくのかなと。あと1ヶ月はこのスタイルでずっと進んでいきますけれどもね。いやー、困ったもんですね。時の経つのは早い。恐ろしいことを感じております。今日この頃でございます。いやそういえばなんかあったよね。なんかあり、頭の中が混乱しててよくわかんないや。まあそんなこともありましてね、簡単にちゃちゃっとですね、まあオープニングの方行ってみようかなと思いますけれども。ね、そんなことで今週もまちつた情報局スタートです。改めましてこんばんは、めいめいヤギです。なんか変なとこから始まってごめんね。最初のタイトル、音楽のあれがなんか変なとこから始まってごめんなさいね。こっちもびっくりしましたけど。いやー、本当にね、びっくりしましたわ。で、どこだっけ、まちつたでね、メールメッセージね、募集しております。こちらまでよろしくお願いします。fm.tiisagata@gmail.com までよろしくお願いします。ということでね、まあ本当にあったかくなってきましたよ、ここ2日ね。あったかくなってくるとね、どうしてもね自転車に乗りたいんですよ。自転車に乗りたいね。で、自転車に乗りたいんですけど、朝がねちょっと寒いじゃないですか。まだ朝氷点下の中ね、自転車漕いで会社まで行く勇気がね未だにないっていうね、ちょっと困ったヤギでございますが、まあ、来週再来週あたりちょっとですね、真剣に自転車に乗って通勤する姿がまた見れるかなと思っておりますが、本当に鍛えなきゃいけないんでね、体ね。ここのとこね、だから自転車乗る
るために、なんだろう、鍛えてなかった体をですね、ビシバシビシバシ鍛えてまして、それで眠いのかな、最近それで眠いのかな、わかんないですけど、まあそんなこともありまして、バタ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 してる今日この頃でございますが、自転車ね、ここにもね、あの鈴の屋さんの自転車が 1,2,3,4,5 台と10台あって、あともう1台ね、オフロードの、ね、自転車、これ多分あれだろうね、あの富松さんがやってる方の自転車なんだろうね、これきっとディスクブレーキのすごい自転車がここに転がってますけどもね。またね、今年なんですけども、もしかするとゲリラ的に放送することもあります、ここのスタジオを使って。その時は多分ね、自転車で来ると思います。昼間だったら自転車で来ると思います、ここのスタジオにね、自転車で来て喋って自転車で帰るみたいなね、そんなことを考えておりますが、どこまでできるんでしょうか、わからないんですけど、頑張っていこうかなと既に思っております。まあ今年ね、もうすでに5月に目の手術、白内障の目の手術、左目で確定してますし、あと6月には会社の旅行で東京の方に行きますけれども、日曜日の夜どなたか遊んでくれる方いらっしゃいませんかね。まあ前もって連絡すればいい方もいらっしゃるんでしょうけど、まさか酔っ払った状態でね、姉の家まで行くのもね、それも迷惑でしょうし、ちょっといろいろ考えてはいるんですけども、まあ昔ながらのね、よくたぶらしてた街にまた行こうかなとも思ってはいるんですけど、でどこって言われると、あの一言銀座ってなっちゃうんですけど、銀座ちょこちょこね行ってましたけどもね、私ね、どこだっけ、なくなったんだっけ、もう営業が終わったのかな、確か営業終わっちゃったと思うんですけども、ゆきさおりさんも歌を歌ってたという、あのバラ、いや白いバラか、白いバラにも何度か遊びに、飲みに行きました、若き頃ね、そんな記憶もありますか、ね、そんなこともありまして、ね、まあなね、いろいろ行事ももうそろそろ入っては来てますけれども、で4月にもいろいろ、4月になったら何かあったのかな、まあね、この町綱のこともいろいろ考えなきゃいけないし、選挙もありますんでね、ぜひ皆さん選挙の方ね、忘れないで行ってください。選挙、3月18日、18日の日に告示、ね、で24日でいいのか、ちょっとね、もう最近ね、PC の上にね、あのタブレット端末を置きながらね、いろいろやらなきゃいけないっていうね、わけのわからないスタイルでやっておりますが、3月25日ですね、投票日。3月25日投票日なので、ぜひ行ってください。よろしくお願いします。私はですね、おそらくなんですが、期日前投票に行くと思います。かといって23日じゃなくて、その前にもう、ある程度ね、メンバーとか分かってるので、もう、いろいろとね、もしかするとこの町綱のこの場所を使って、いろんな候補の方に来ていただいて、話をしてもらおうかなとも思っております。ね、あの人知ってる、この人知ってるじゃない、全員に送るつもりです。スタジオというか、このスタジオね、作るにあたっていろいろとご尽力していただきました、足立区の方でね、一生懸命ネット放送していらっしゃいます方々から、知恵じゃない、教えていただいたんですけども、選挙活動というのは、だから今回の選挙の3月24日の3月24日の23時59分59秒までやっていいんですよ。ね。で、やっちゃいけないのが、外のスピ、あの、車でね、街頭演説。あれが8時までは、8時までか、8時、9時だっけ？どっちだっけ？8時まで、9時か。9時だか8時までなんですよね。それ以降はやっちゃいけないんですよ。けど、選挙活動はしていいんですよ。ね。そう考えると、こういうネットの場所、お貸ししてやるということもできます。もしかしたらその18日以降19日から24日の間の夜はこちらでですね、スタンバりまして、ちょっとですね、来た候補の方のインタビューが取れ、話せればいいかなと思ってる今日この頃でございますが、いかがなもんでしょうかね。それこそだから、なんだろう、別にね、選挙
ね、あの別にいいじゃんみたいなこと言う人もいますけども、ダメですよ。選挙はぜひ行ってください。清き一票投じてください。投じなきゃダメですよ、絶対に。通してください。入れる人がいないんだ。いや、そうじゃなくて、国政とかだとなかなか自分たちの声聞こえ、飛ばないんですけども、地方のね、これだけ小さい16万人の市ですよ、市ですから、いろんなイベント会場行くと市議会議員さん必ずいるはずなんですよ。そういう方々に直接話ができますので、できるだけ行って、選挙で行っていただいて投票してください。よろしくお願いします。ね、選挙行かなきゃダメですよ皆さんね。選挙行きましょうね。いやー、まあね、さっきの話ちょっと戻りますけども、自転車に乗りたいって話ちょっとさっきしたんじゃないですか。まあ通勤もそうですけどね、今年ねゴールデンウィーク中にどっかの山登ろうと思ってます。美しになるのか菅平になるのか湯の丸になるのかちょっとまだ分かりませんし、あと4月になりましたら、昨年知り合った某保険会社の店員さんというか、店員さんというか、社員の方と行く約束してますので、またそれもねやっていこうかなと思っておりますが、ね、自転車乗ったことはあるけど、最近乗ってない方多いと思うんですけども、ツーリングしましょうよ皆さんで、ね、受付はベレーニョさんの方でやっていただけると思いますけれども、本当にね自転車乗って、なんだろう、風を切る、体感する、車あるからいいじゃんっていう方多いと思いますけども、なんだろう、車では味わえないね、車だとそのまま通っちゃうだけなんです。自転車だと止まって見れるんですよね、いろんなことが。なのでぜひ自転車に乗ってね、いろんなとこ行きたいと思っていますが、ということでね、時間がよろしいようですけれども、ということでここで1曲を聴いていただきたいんですけども、自転車といったらこの曲、いちごはの自転車に乗って、こちらの曲を聴いていただきたいと思います。それではどうぞ。引き出しの奥にしまい込む
気づいた自転車に乗った、あの坂登れば見せたかった景色気に入った、何かが待ってる自転車に乗ってスピードを変えたら二人の距離ももっとずっと近くなるから、はい、聞いていただきました。いちご庵の自転車に乗ってでした。ぜひ自転車に乗りましょう、皆さんね。ぜひぜひ。さて、ここからなんですけれども、イベントの紹介をいくつかしていきたいなと思っておりますが、よろしいでしょうか。まず、明日でよかったのかな？明日でよかったと思うんですけれども、加計温泉のワンダーレさんね、ワンダーレさんの方で、夜2回なんです。2回ね、ライブイベントがありまして、先週かけましたが、高代さんとね、あともう一人の方が来るという話ですけれども、どんな方が来るんでしょうか。私、分かっていないんですけどね。ちょっと行ってみたいんですよね、明日。まあ、行きますけどね。高代さんにももう、数年会ってないので、あっていろいろと、この間もちょっと連絡集取り合いまして、話しましょうねみたいなこと言ってましたけども、19時からと21時から1時間ずつ2回ありますということでね。高代さん面白いんですよね、本当に。うん、犬と一緒に生活してる高代さんですけども、またそこで何かできたらいいなと思っておりますが、どんな感じになるのかな、高代さん。うん、とても楽しみです。まあね、どんな感じになるんでしょうかね。ちょっとね、いろいろと準備とかできておりませんけども、2回あります。実際のとこ行って、まあ、プチライブですから、お食事したりとか、一杯飲みながらね、音楽に酔いしれていただきたいということで、店主の方からもメッセージ飛んでおりますが、ぜひぜひ遊びに行ってください。よろしくお願いします。ね、本当に。面白いですよ、やっぱりワンダーレさんでね、お酒飲みながら見るっていうのはね、やっぱね、なかなかおつなものでございますんで、ぜひぜひ行っていただきたいんですけれども、さて、もう一つですね、ね、おすすめのイベントがね、今週末開催されるんですよ。今週末ね、今週末開催されるので、それのね、詳細をですね、ちょっと教えて、お伝えしたいんですけども、ちょっとね、時間もなく、これも腕もなく、勝手にちょっとですね、チラシ、普通にね、この間、チラシそのままポッと出したら、なんか大変なことになったんで、ちょっと横に文字だけ入れさせていただきましたけど、こんな感じ、ポン、まちつたおすすめイベント紹介ということで。本ライブということで開催されます。3月4日の日曜日13時30分からね、城南公民館多目的ホールの方で開催されます。ね、そちらの方には私、とても好きな湯沢佳代子さん、ね、オーガニックシンガーソン、オーガニックソウルシンガー、ね、湯沢佳代子さん。あとね、ピアニストの桜井未来さんっていうのかな、この方ご存知、知らないんですけども、ね、その方のピアニスト、あとギタリスト兼プロデューサーということで、高見沢さんね、トレモロアースのね、高見沢さん来るということで、ちょっと別用事がありまして、後で話しますけど、別の用事がありまして、その用事が終わってから駆けつけようと思っております。
まだちょっとね、湯沢佳代子さんとちょっとまだ連絡も取り合ってないし、高見沢さんとも連絡取ってないんですけれども、どんな感じになるのか、絵本ライブということで、絵本を読んね、親子で絵本の世界を楽しもうと、素敵な声で絵本を読んで歌いますと、ね、そういうこともありますので、入場は無料になっておりますので、ぜひですね、城南公民館、日曜日の4日、ね、13時30分からですけども、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。ね、本当に素敵なイベントだと思いますよ。なかなかね、アーティストが絵本を読むということはそんなにないので、ぜひぜひ行ってみていただきたいと思います。あとね、パパカレッジの方からですね、またね、違うイベントのお知らせが来ております。これですね、3月17日、今年もあります、パパと一緒にものづくり教室ということで、そんなことも、パパカレッジ上田、信濃健志さんの本社食堂の方で開催されるそうです。ね、こちらなんですけど、3月17日13時から信濃健志の本社の食堂、小学生以上、低学年は保護者と一緒になりますと。定員10組、参加費は1台につき800円かかるそうです。材料費込みでね。工具はお貸し出し、貸し出しますと。ニッパにドライバーと。マイ工具でも OK ということですけれどもね。ぜひぜひ。どこで見たらいいのかな、パパカレッジでいいのかな、パパカレッジの上田。で、ということで、ね、ここのところにも書いてありますけどもね。パパカレッジ上田のね、メールアドレスありますので、そちらの方から入力していただいて、行ってみてはいかがでしょうか。はい。ということで。ねえ、パパカレッジ上田。いられると面白いことやってますんでね。さてさてね、今週末ね、湯沢佳代子さんが上田に来るということで、この間も書けましたけどね、今回は暖かくもなってきたしね、テンポ明るいテンポのアップテンポの曲をかけようかなと選択しまして、よくどなたとは言いませんけれども、リクエストが飛んでくるんですけど、リクエストにお答えするではないんですけども、こちらの曲行ってみたいと思います。湯沢佳代子さんでドリーミングガール、こちらの曲を聴いていただきたいと思います。それではどうぞ。
まちつた。はい、聞いていただきました。湯沢かよこさんでドリーミングガールでした。ということで、ここからなんですけども、先週から始まったコーナー行きたいと思います。スポーツのコーナーでまちスポということで、まだタイトルの方は仮タイトルでございます。まだ本決まりしたわけではありません。スポーツのことを話す時間でございます。まああくまでもね、ヤギが考えてるというかですね、思い、なんだろうね、好きなスポーツね、感じたことを話すだけのコーナーですんで、まあとても偏りのあるスポーツ番組、スポーツコーナーですんで、ご了承ください。まあね、もしこんなタイトルがいいんじゃないのかっていらっしゃいましたら、ぜひ先ほど出ました メールアドレスの方にね、送っていただければ参考にさせていただいたりとかですね、もしかしたらそのまま採用するかもしれませんので、ぜひよろしくお願いします。さてさて、今週で皆さんご存知の通り、ピョンチャンオリンピックが終わってしまいましたけれども、どれだけの試合見たでしょうか皆さん。おそらく多分ね、日本でテレビ見たこと、テレビ見なくてもですね、羽生結弦さんのショートプログラムフリーはね、見なかった方いなかったと思いますけれども、何回見たってぐらい見ましたね、今年ね。見ましたね、確かにね、いっぱい見ました。まあね、他にもいろんなスポーツ、ね、競技見させていただきまして、スノーボードの何、ハーフパイプでも感動しましたしね。あとやっぱカーリングもね、なんかいろんなとこ聞いてるとですね、まあ軽井沢に近いっていう点もあるかもしれないんですけれども、なんか軽井沢の普通の喫茶店というか、某ね、チェーン店のコーヒー屋さんに行くと、望月選手がいたとかっていう話をね、ちょっとね、この間見ましたけれども、あ、いるんだ、やっぱり近場にねっていうね、選手いますんで、もし見かけたらお声かけていただきたいなと思います。そんなにね、ギャギャ、サインください、あだこだって言いませんけどね。で、そこでですね、一つ、この間ですね、新聞にも載ったんですけど、信濃毎日新聞さんがこちら、ピョンチャンオリンピックということで、この写真集出ましたけど、もうね、品切れだという話を聞きまして、私も強引じゃないんですけども、出るって聞いた時からですね、1冊頼みまして、やっと昨日ね、頼んだの結構前なんです。やっと昨日私の手元にやってきましたけどもね。まあかっこいいですね、やっぱね。なんかそんなのもの見まして、まあ、また4年後、今度北京でしたっけ、ありますけれども、今度はどんなレースが見れるんでしょうか。報奨金のことでいろいろとね、皆さん言ってますけれども、それ以上にですね、選手の通常の活動について皆さん一生懸命ね、見ていただきたいなと思いますけれども、ある程度いろんなとこでね、いろんな人の話とか見てると、スポーツ選手って特にね、オリンピックの選手もそうなんですけども、普通に仕事しながら練習してるんですよね。裕福な国じゃないのでね、日本って、そういうことに関してということを考えると、ぜひですね、もっともっとスポーツをみんなで見ていただきたい、応援していただきたいなと思っております、ね、ぜひぜひ、もうね、今度パラリンピックもありますけども、それでも素敵な演技というかね、競技の結果が出ればいいかなと思っておりますけれども、他にもなんかいくつかね、一番面白かったのはフィギュアスケートのエキシビジョン面白かったですよね。なんかね、サインのフェルナンデスさんでしたっけ、とても面白かったですね、あれね。あ、こういうことができるんだって思ってみましたけども、あ、面白かったですね、あれね。もっともっといろんな、違う角度から見てもいいと思いますしね。まあ個人的にね、涙腺弱くてですね、もうここのとこね、ボロボロのように泣きながら見てましたけどね。まあ今でも見てたら多分泣くな、きっとな。泣いちゃうと思いますけども。手に握るハラハラドキドキの状態でね、スポーツ見てましたけども。なかなかね、あれですね、大変です、ございますわ。
まあオリンピックの話はねこのぐらいにしておきまして、本来の 主役は主題歌というかですね、今回の一番喋りたいことはやっぱり先週も話しましたけど、26日からですねスペインのバルセロナの方で開催されております F1 のですねプレテスト、まあ合同テストと言われてますけどね、そちらの話なんですけれども、まあチームが変わり、今年からねいろんなレギュレーションはね若干しか変わってないんですけども、まあそんなこともありまして、まあカタロニアサーキットで開催されてるはいるんですけど、どのくらいの人が知ってるのかな、あれ、今年に関してとても寒いと。スペインのバルセロナってこの時期とてもね気温が安定してて暖かくてテストするにはもってこいのテストの場所なんですけど、今年に関しては何雪が降っていると雪っていうバルセロナでしょみたいな、そんな感じなんですよね今年。びっくりしましたけど、今年バルセロナテストどころじゃない、雪だるま作ってたチームもありましたね。そういえばそんなこともありまして、まあそんなこともあるんですけど、そんなこともありまして、まあ今日も4日目ももうスタートしてるんですけど、もう今日やるのか分かんないんですけども、とにかくですねいろいろな情報が飛び交ってまして、まあもう確認してるんですけれども、今年まあ実際のとこあれですよね、まあ日本人とすればやっぱり一番気になるトロロスホンダエンジン乗せてるねトロロッソなんですけども、今年はいいぞと。なんかねもう去年とか一昨年とか本当にねテストの話聞くと何周で止まったみたいなそんな感じだったんですけど、もうすでにですね全チーム最多のですね合計ですね324周走ってるといいんじゃないのっていうね、まあ信頼性、特に今年は、ね、信頼性と一番必要な年なので、そういうことを考えるとねやっぱり必要になってきますよね信頼性。まあチーム4日間投資で今言いましたけどトロロスホンダが324周、去年のチームのトップチームのメルセデスが306周、フェラーリが298周ということになっております。マクラーレンもねいろいろ言いましたけど260周しておりますけれどもね、まあ今年ねだけどね雪降ったって言ったじゃないですか、まあヨーロッパの方でたまに雪降るんですよね、自分が知ってる限りですよ。自分が知ってる限りですけども、1991年の、サンマリノのイモラサーキット、皆さんご存知ですかって、まあ、言えばね、セナが亡くなったあのサーキット、そうだ、あそこなんですけども、あそこで4月のね、4月中旬ぐらいにテストが昔はね、あそこで開催されてることが多かったんですけども、その時も雪降ってましたね。だから意外とねヨーロッパたまに雪降るんですよね、こういう春先においてね。びっくりしたんですけども、まあそんなこともありましてね、今年もテスト始まっておりますけれども、実際どうなのよっていうね、意外とねなんだろう、実際のところテストということなので、別に何どんなタイヤを履こうがどのぐらいの燃料を積もうが問題ないわけですよ。だから今のタイムを鵜呑みにしてみてはいけないんですけれども、それでもねやっぱり今年のタイムを見ていくとですよ、見ていくと意外に面白いもの見えてきたかなみたいな、何数年前の突拍子もなく速いチームがいなくなっているっていうのが現状だと思います。2年前だか3年前の時なんてもうフェラーリじゃない、メルセデスがもうぶち抜いて速かった。去年はそんフェラーリが速かったのかな、去年確かフェラーリとメルセデスがトップの方を争ってたような感じだったんですけども、今年も初日がレッドブルのリカルドをね、ダニエル・リカルドがトップタイム出したりとかしまして、面白いなと思いますよやっぱりレースね。まあそこに日本人ドライバーがいないっていうのが一番きついんですけどね、なぜいない日本人みたいなね、そんな感じなんですけれども、いやそれにしてもですよ今年ね、なんかそう
まあ、今年だから検索していただければ分かるんですけども、2018F1 マシンってね、検索すると今年のマシン出てくるんですけど、ぶっちゃけね、ドライバーの頭を保護するための安全装置ついてるんですけど、なんだろう、ある程度人間の感覚的に言うと、まず車の色デザインを見て、あ、どこのチームで、ヘルメット見て誰ってなるんですけど、ヘルメット見えないんですよ今回。だからね、見づらくなります。識別がどうすればいいのかなって。 FIA に英語が喋れたりかけたらですね、誰かいらっしゃいましたら、FIA にですね、ハローの色、ハローの色を変えろと、チームごとというかドライバーごと変えてくれと言っていただきたいなと思っておりますが、わかんないですからね。そうすると昔みたいに普通にカーナンバー覚えなきゃいけないとか、ぶっちゃけカーナンバー覚えるんだって昔みたいにね、去年のトップチームが1番2番じゃないですからね、今ね。多分だって今年もだってハミルトン44番でしょベッテルが何番だ、5番だっけ。もうね、みんなわけのわからん番号つけてるからね、わからなくなるんですよ本当に。そんなこともありましてね、難しい今日この頃でございますが、ぜひ開幕戦ね、今月末にありますんで、またそのお話も踏まえながらいろいろとね、お伝えしていきたいと思っておりますんで、ぜひぜひF1 忘れずに、 F1 グランプリやってるということを皆さん忘れずにね忘れずにやってるんでしょ F1 ね。やってないことないんですよ、ちゃんとやってますからね。まあそんなことでありまして、まだテストね、どうもね、雪が降ったおかげで延長するんじゃないかって話も出ておりますので、またその話は来週できないんだ、来週ショートバージョンないので、そのショートバージョンがないので、来週、再来週になっちゃうのかな、再来週になると思いますけれども、さてここで一曲聴いていただきたいと思いますね。ガタンゴトンとコーナーの前にガタンゴトンを聴いていただきたいと思います。それでは加藤めぐみさんでガタンゴトン、どうぞ。
者は今日も街と街をつないでゆく朝から晩まで走ってゆく電車は元気に会いましょうね町つた。はい、聞いていただきましたガタンゴトンのコーナーでし、ガタンゴトンでした。さてここからなんですけども、一番喋っていってしまうというですね、ガタンゴトンのコーナーです。まあですね、何を話すのかと言いますと、3月に入りまして、3月といえばね、ダイヤ改正の時期でございまして、ダイヤ改正といえば新しい車両も増えれば消えていく車両もあるということですけれども、この辺で言いますと、まずですね、新しい車両、新しいというかですね、塗り直された車両、あさって3月4日からなんですけども、信濃鉄道さんで今走ってる車両、全部115系っていうね車両なんですけれども、ニューカラー。ニューカラー？微妙だよね。ニューカラーというかですね、JR と発足した時に、この辺も走ってた同じ車両なんですけれども、真っ赤に塗られまして、横にね、コカ・コーラと書かれていたパッケージングのコカ・コーラ色と言わ、まあ、この辺で言われてたんですけども、それが復活したと。で、まあ、グランドファンディング使って290万集めたそうですけれども、で、それが今日試運転したのかな、確か。どこからどこまで試運転したかわからないんですけど、榊の方まで来てたの分かってたんですけども。ということで、試運転が開始された115系、ね、コカ・コーラ色がついに走り出すと、3月4日から。だから3月4日以降は普通にね、普通に走ってるわけですよ、赤い電車が。軽井沢から妙高高原まで。まあそれも楽しい話じゃないですかね。そんなこともありますので、ぜひぜひ注目してください。信濃鉄道さんね、信濃鉄道さんですよ。なかなかね。それでだから信鉄色でしょ、長南横須賀し、元祖長野色、新州長野色、新州色、コカ・コーラ色に6門全部7色あるっていう、なかなかないですよ、115件これだけ色あるのもね。けどね、ご存知の方いると思いますけれども、2019年、来年から、115件に変わって新しい車両が置き換わるっていう話が出てますので、まあそれのね、最後のグランドフィナーレじゃないですけど、それに向けてやってるのかなとも思いますけれども、ぜひぜひ115件に乗りに来てください、取りに来てください、乗りに来てくださいとお願いします。で、信濃鉄道さんに乗ってください。私も最近ね、長野に行くときは車よりも電車使うようにしております。
さすがに松本行くときはね、車ですけどね、できるだけ電車を使いたいなと思っております。おそらく JR のね料金だったら絶対普通に使ってたと思うんですけどね。まあいろいろありますけどね。まあそんなこともありまして、新しく復活ですね、復活する115系の話したんですけども、続いてとうとう消えてしまう車両もあるんですよ。新東京の新宿から松本まで、ね、主に松本までを経由していたというスーパーアズサ、スーパーアズサのね、元祖スーパーアズサ使っていた E351 系というね振り子の車両なんです。それが3月17日かのダイヤ改正で消えてしまうという話ですけれども、ダイヤ改正ではほとんど消えてしまうんですけど、我が家には模型で届きました。310、300、300、351系ね、それも昨日届きまして、でちょっとねそんなこともありまして見ていただきたいんですけども、351系、とても綺麗なんですよね。こちらですね、この全部で8両セット購入しましたけども、だからなくなってもね、おそらく北長野の駅での手前か手前の長野総合車両センターで重機の餌になってしまうんですけれどもね、なっても我が家には残りますんでね。でこれ基本セットだけなんですよ。造結ねちょっとね某量販店で買えなかったので、あさって松本に行った時に見つけたらすぐ買います。見つけ次第買います。であさって行くという話をしたんですけど、何しに行くかというと、その E351 に乗りに行きます。乗りに行きますね。それもねちょっと特殊な切符を使って、松本から茅野あたりまで乗って帰ってこようと思ってます。そこから先になるとちょっと料金ちょっと高くなるので、ちょっとそこまでしか乗れないんですけども、もうちょっと先まで本当は行きたいんですけどね。でそんなこともありまして計画しております。いいね、なんかなくなっちゃう車両の方が寂しいかな、やっぱりな。今まで見てきたり乗ってきた車両がなくなるっていうのは、ね、やっぱりな、寂しいですよね。寂しいですよ。で、ね、長野総合車両センターにずっと放置されて、で、この間ね、一瞬、解体線に移りましたけど、EF62 の3号機ね、動いたって言った瞬間に、おいおい、もう心ドキドキドキ、本当壊しちゃうのかよって。で、また元に戻ったんですよ。元に戻すんだったらください、ずっと綺麗にしたまんま保存しますから私、ね、大好きなんだ、機関車めちゃくちゃ重たいんでね。めちゃくちゃ重たいんでね、どうにもこうにもならないんですけども、とにかく機関車好きなんですよね。でそんなこともありまして、 E351 に乗りに行くと、まあ、E351 ね、乗りに行くんですけども、なんかJR さんの方でね、粋な計らいして4月の7日 ?7 日の日にも特別列車、もう一回だけね、走らせてくれるような特別列車がありまして、3月の5日消印までね、有効な、応募のがありますので、それも応募しようと思っております。3月5日で、でも、そうすると再来週には合否が決まりますんで、乗れると言ったらですね、乗りに行きますけどね、新宿まで行って、日曜の昼間新宿まで行って、まあ新宿ですからね、久しぶりに新宿に降りるということで、意外と新宿降りたいんですよね。よく通過はするんですけど、新宿に行かないので、新宿降りたらここの今見せましたけども、鉄道模型の加藤さん、ここのねメーカーのところにも行ってみようかなともちょっと今思ってますけどもね。去年買った257があまりにもねカプラーが取れるもん、連結器のところね、連結器のところがよく破損するので、それを見てもらって、もしちゃんと見てもらうんであれば、一回全部ね12両全部預けてちょっと見てもらいたいなと思っておりますけれどもね。まあそんな感じでございますがね、 E351 さらばね、復活コカ・コーラ食、まあいろいろとですね、話題のかけない今日この頃ですけどね。あとね、先週放送しましたけども、上田電鉄の、記念乗車券買ってきたあるんですけど、うちに置いてきてしまいまして、申し訳ございません。まあ3月と4月に全部で、あともう 3つ出ますね。3つ出た段階でですね、ご紹介させていただきたいと思っております。
おそらく見ているのか聞いているのかちょっと分かりませんけど、若干1名からですね、先週メッセージいただきまして、終わった後かな、やってる時か、最中に最後にねメッセージいただきましたけども、そちら読まさせていただきたいと思いますが、出るかな、ちょっと待ってくださいね。こちらですね、遅い、出てこない出てこないんですよ、なかなかパッと出てこないのがいいところね、いいところですけども、どこでしたっけ、あれ、あ、そうそう、こちらですね、箱根のタクシードライバーさんから先週の放送の時に、放送後にいただいたんですけども、上田電鉄の7200系引退は残念ですね。また、豊橋鉄道か、大井川鉄道に行ってほしいですねと。切符は私のもよろしくお願いしますと書いてありますけども。箱根のタクシードライバーさん、とりあえず、ミッションが成功してからいろいろと考えたいと思ってますんで、ミッションが成功したらぜひ、ご一報ください。よろしくお願いします。本当に、そんなこともありまして。まあ、本当にね、鉄道好きの我々にとっては、ちょっとね、鉄道、時刻表を買い替えたりとかですね、いろいろする時期でございます。ね、あと、青春18切符を買って旅行にする時期でございますので、ね、ぜひぜひ、電車に乗って旅行をしていただきたいなと思っております。さて、ここからなんですけども、来週なんですけれども、先ほどちょっと話をしましたけど、町津田情報局は来週ありません。チームティーズ4のヘイお待ちはあるんですけども、先ほどちょっと打ち合わせさせていただいたのにありますけれども、町津田ありませんなんでって話なんですけど、3月9日サンキューの日っていうね、そんなフレームで呼ばれてる日らしいんですけど、その日に先ほど紹介しました E351系の止まる停車駅の硬券の入場券セットというものが発売されるそうです。限定でいくつだっけ、松本駅2000セットだったかな、確か出るという話なんですけども、土日に買いに行こうかなと思ったんですけど、最初だから3月9日金曜日に発売開始になるという話なので、どうしてもですね、自分のもそうなんですけど、甥っ子にね、甥っ子好きなので、この間電話したら欲しいって言ってたんで、できれば Z して、甥っ子にね、いいおじさんということで、未来英語をいろいろとね、していきたいなと思っておりますけれどもまあそんなこともありまして、だから来週のマチスタなんですけども、マチスタはありません。もしかするとその前後であるかもしれません。またちょっといろいろなところと話ししなきゃいけないんですけど、前後であるかもしれません。できるだけね、毎週毎週放送していかなきゃいけないので、していきたいと思っておりますが、一つよろしくお願いします。さてさて、あと市長選も市議選も18日から開催されますので、ぜひぜひ皆さん選挙忘れないでくださいね。ぜひお願いしますね、市議選の方は30議席に対して30議席のとこ30人出るということで、ぜひぜひ清き一票を投じてください。よろしくお願いします。まあね、大体地方選挙っていうのは大体その地域から出てきた地域の代表みたいなものですからね、はい、ぜひぜひということで清き一票を投じてください。よろしくお願いします。さてさて、最後なんですけども、今月かけたい曲、見づらいんだけどね、ノーリーニューン、ね、ノーリーニューンの散歩道、こちらを聞いてですね、今月はお別れしたいと思います。今月のね、最後はこちら、ノーリーニューンの散歩道、こちらを聞いてお別れしたいと思います。それでは皆さん、また再来週まで、バイバイ。今日も散歩歩いて進んだら、道草くぐって寄り道もして、だけど後ろは振り向かないで、きっと軽々景色が広がって、どんな山も谷も乗り越えられる。そしたらまた家に帰ってくればいいよ。して骨
3, 4